はいどうも、ギタープラネットハイドフラの松本です。入荷がございました。黒いハードケースですね。はい、人によってはお気づきかもしれません。ちょっとね、分厚いハードケースですね。はい、ポール・リード・スミスが入荷いたしましたので開けていきたいと思います。それではいきますよ。オープン。おお、スペシャルセミホローだ。いやー、これはいい木目ですね。いいですな。軽いですね。3キロちょうどぐらいでしょうか。はい、ポール・リード・スミススペシャルセミホロー、テントップマッカーティーサンバーストでございます。いやー、いい木目ですね。かっこいい。はい、何がスペシャルなのってたまに聞かれるんですけれども、ポール・リード・スミスでスペシャルと言いますと HSH のピックアップ配列のものをスペシャルと呼びますね。はい、でなのでこちらは HSH でセミホローボディを持ったモデルですよという意味がございます。いいモデルです。はい、非常にですね、よくできた楽器だと思います。スペックを見ていきましょう。ほい、ちょっと、iPad でスペック表を見ながらお話しさせていただきたいと思います。ポール・リード・スミススペシャルセミホローテントップ、お色はマッカーティーサンバーストでございますね。はい、ボディはマホガニーで、トップはテントップグレードのカーブドフィギュアドメープルになっております。こちらも名前の通り、セミホローの名前の通りですね、ボディが一部くり抜かれた F ホールを持ったセミホロー構造になっております。ネックはマホガニーネックで、指板はローズウッドになっております。ネックシェイプはこちらはパターンというシェイプになりまして、旧、ワイドファットとかね呼ばれていたシェイプなんですけど、マッカーティーとかスタジオとか最近はちょっとオーセンティックな魅力も詰め込んだモデルにね使用されるネックシェイプになっております。こちらインレイはバードインレイがこちら J バードですね。はい、2種類の素材を使って、アウトラインと、中でですね、別の素材を使ったバードインレイを J バードインレイと呼びます。J は何と言われたらわかりません。ピックアップは先ほどの通りスペシャルモデルでございますので、HSH のレイアウトになっております。フロント 5815LT、ミドルナローフィールド、リアも 5815LT になっております。いや、これハムじゃねえかって思われる方もいるかもしれませんが、ナローフィールドピックアップはポール・リード・スミスの中ではノイズレスなシングルコイルという位置づけでございますので、HSH でございます。飲み込んでください。コントロールですが、ボリューム、トーンと 5way で、これがそれぞれのピックアップのコイルタップですね、ついておりますので、非常に幅広いサウンドメイクを可能としております。で、たまに聞かれるんですけど、このフロントピックアップがね逆じゃねえかというお問い合わせを以前いただきましたが、これはですね、実はこういったこれですね、独立コイルタップのモデルは全部実はフロントピックアップを逆につけるんですね。カスタム24でもこの独立タップを備えた2408というバリエーションモデルですとか、35周年カスタム24とかも、独立のコイルタップを備えていたんですが、そちらもですね同じく逆転しておりました。おそらくコイルタップの音の何か、なんかこっちの方がいいというね理由があってやっているんだと思います。全体を通してですね、個性的なデザインなんですが、幅広いサウンドとですね、セミホローモデル特有のふくよかなサウンドが非常に魅力的な一本になっておりまーす。いかがでしょうか。いいですね。木目もいい感じです。よし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 、いいですな。いや、いい木目ですね。いや、非常にいい感じですね。
いやーどうですか。はい、スペシャルセミフォローはですね、あのジョン・メイヤーが、当時ですね、あのスピアレス持ち立ての頃でしょうか、使っていたスーパーイーグルというめっちゃめちゃ高いモデルがあったんですけれども、まああれはプライベートストックなんで仕方ありませんが、まあそれに非常に近いねデザインを持ったモデルで、発売当初からですね結構お問い合わせが多いモデルです。意外とねいつも入荷するとすぐ売れちゃうんですよ。はい、いいモデルだと個人的には思っておりますので、ぜひお試しいただければと思います。本日から店頭展示開始いたします。気になる方はぜひお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。